ねえパパ、ツーリングメインのキャンツーがしたくて、どんなテントがいいか知りたいんだけど。そうだね、キャンプをメインとするキャンパーとツーリングをメインとするツアーラーでは使うテントや必要な道具が変わるよね。特にテントは収納性と重量が大きく変わるアイテムだから、今日は今の季節、夏に最適でツアーラー志向のテントについて考えてみようか。うん。はい、というわけで今回は機動性重視のキャンプツーリング向けのテントについて説明していくね。少しだけどこの4つについてもう少し詳しく話をしていくね。うん、ありがとうパパ。でも最後のいる？今回はツーリング重視で軽量、コンパクト、時短をポイントに話していこうと思うので、よかったら最後まで聞いていってくださいね。やっぱりいらないよね。バイクでのキャンプってキャンプがメインなのかツーリングがメインなのかで道具の選び方は結構変わるから、事前の下調べは大事だよ。それじゃあ早速だけど、まず最初に丸一番のシチュエーションについて、今日想定するシチュエーションについて少しだけ前置きさせてね。今日はツーリングメインの視点なんだけど、キャンプ場でゆっくりするよりもバイクでたくさん走りたいとか観光に時間を使いたい時ってあるよね。うん、キャンプ場は寝泊まりができれば十分だから、食事やお風呂も済ませてからキャンプ場入りする感じだね。そう、夏は炎天下の中キャンプ場で過ごすのも辛いから、涼しくなってからがいいっていう人もいるよね。でもそういう視点で選ぶテントってキャンプメインの目線で選ぶものとは前提条件が違うんだよね。走りを楽しむためにやっぱり荷物は極力小さく軽くしたいし、装備も最小限になるよね。うん、荷物が軽くなったら僕も運転が楽だし嬉しいよ。パパはキャンプ重視のテントばっかり使ってきたけど、最近夏は機動力重視のテントが欲しいなって思ってて、それにペグが必要ない自立型なら広げるだけで寝れてかなりの時短になるしね。で、今日は手が出しやすい価格帯で自立型でどこでも張れる軽量なテントを調べてみたから紹介していくね。テントがコンパクトになった分また持っていける道具が増やせるからね。ダメだこりゃ。まずは丸2番の軽量コンパクトなテントについて、やっぱり機動性を求めるなら自立型の小さいものが基本になるよね。だからまずは収納サイズと重量からおすすめしたいと思ったテントを紹介するね。はい、一覧ドン。こんな感じ。他にもいっぱいあったんだけど、とりあえず3つ選んでみたから、それぞれの収納サイズと重さを見ていこうか。うん、この手のテントは荷物の置き場が難点だったりするけど、バッグはバイクごとカバーをかければ濡れる心配もないからね。バッグを下ろさなければ設営も撤収も早そうだね。そう、これも少しだけど時短だね。それじゃあまずはバンドックのソロドームは、収納サイズが幅38センチで太さが15センチ、重さが 1.9 キロで価格が約1万円。お、だいぶコンパクト。小ぶりでポールがアルミ製なのがいいよね。自立型だから風さえなければペグなしで設営できるし、さっと広げて寝るのが魅力だね。それにポールが2箇所クロスする形状だから強度もあってテントの中が広いのもいいよね。次、フィールドはフィールドキャンプドーム100ライト。収納サイズが幅32センチで太さが16センチ、重さが約 1.6 キロ、価格が約8800円。お、さらに小さくて軽いのに安い。さすがのフィールドアだよね。バンドックと比べるとポールのクロスが1箇所で、室内空間が少し狭くなるし、強度的にも少し劣るだろうけど、寝るだけなら全然問題ないよ。それに遮光性の高いシルバーコーティングがしてあるから、朝日が差してもゆっくり寝れると思う。バンドックの方がかっこいいけど、コスパと機能はこっちの方がいいかも。どっちのテントも前後に小さな前室が作れて、靴とか手荷物くらいは置ける感じだね。今日はシチュエーション的にほとんど道具を広げない想定なんだけど、やっぱり少し置けないと辛いよね。うん、できれば椅子やテーブルまでテントにしまえたらいいんだけどね。そんな時は次、ユーナフリーリーのシリコンナイロンテント。収納サイズが48センチで太さが14センチ、重さが約 2.1 キロで価格が約19000円。少し大きくて重いし価格も結構上がったね。そこだけ見ると微妙だよね。でもさっきの2つと比べると室内空間も前室スペースも倍くらいあるんだよ。まあ2人用サイズだからね。それでも収納サイズがこのサイズと重量に収まってるのはすごいし、素材がナイロンだからね。出入り口が前後にあってフルオープンにすると通気性がすごく高い上に、両方キャノピーとして使えるから居住性も高いんだ。加えて前後に45センチの広い前室が作れるし、バイクから荷物を下ろす場合の置き場所や設営した椅子やテーブルをしまう場所にも困らないよ。ふむふむ。快適性と軽量性が両立できて、ナイロンだから耐久性や防水性もいいし、結構使いやすいテントだと思うよ。確かにサイズは少し大きくなっちゃうけど、予算が合うならこれ良さそうだね。うん、コールマンのツーリングドームと比べても半分以下の重量だし、価格も大きくは違わないから、自分のスタイルと合うかどうかで考えてみてね。バイクでのキャンプはある程度重量に融通が効くから、 UL と快適を天秤にかけて自分なりのいい線を狙ってみよう。用途ごとに揃えておいて使い分けるのも楽しいからね。あ、Amazon からテントの発送通知来てる。あ、いやこれは違う。近
かもコンビニ受け取りになってる。ちょっとジョイ君、次に丸三番のワンタッチテントについて。その名の通りワンタッチで設営が完了するテントだね。慣れれば設営も秒で終わる最強の時短アイテムだね。すごでもその分フレームの構造が複雑になるからサイズと重量が大きくなりがちなのがたまに傷。積載容量と重量を犠牲にしてでも時短を求めるならこういうのがいいんだろうね。有名なのは DOD のライダーズワンタッチテントなんだけど、収納サイズが幅62センチで厚みが20センチもあるし、重さも4キログラムと結構大きくて重いから、今日はもっと軽量コンパクトなものを紹介するね。はい、一覧、ドン。この2つ、どちらもライダーズワンタッチテントよりも軽量コンパクトだから少し特徴を説明するね。うん。まずはクイックキャンプの QC ビートル1、収納サイズが幅52センチで太さが17センチ、重さが約3キログラムで価格が約5000円。え、めちゃくちゃ安いね。うん、この手のテントの中では群を抜いて安いんだ。ワンタッチで設営が秒で終わる上に荷物が置ける材質もあって収納サイズもそこそこだから、バイクでのキャンプには相性が抜群だと思うよ。ただ少し大きくて重いのが残念だね。そう、でもそんなジョイ君にもう一つワンタッチテントを紹介するよ。ネイチャーハイクのワンタッチテント、収納サイズが幅46センチで太さが15センチ、小さ、重量が約 1.5キロ、軽そう、ワンタッチテントなのに UL と呼べるこのサイズ感すごい。でもお高いんでしょう。約2万円。やっぱり結構するな。だよね。でもお小遣いでも出せなくはない金額。うん、時短で考えた時キャンプライフが大きく変わることを思ったらむしろ安いかもしれないね。そう、安いんだ。だからパパがポチってしまったとしても何も問題な。何の問題も。いやー、何でもありません。じゃあ僕はパパのいらない道具売って浮いたお金でテント買っちゃうね。え、それならお金かからないもんね。最後に丸4番の弥生時代について。何これ、弥生時代に登場した革命的食糧庫は何でしょうか。高床式倉庫。正解。実はこの高床式倉庫のように虫、動物、浸水を防げる古来の知恵、高床式で過ごせるテントがあるんだ。コットテントっていうタイプなんだけど、コットの上に設営するんだ。ほえ。もちろんコット1枚分のスペースしかないから広くはないんだけどさ、夏は抜群の通気性を誇るし、コットを椅子として使えば収納の削減にも役立つんだ。なるほどね。それじゃあおすすめしたいコットテントを一覧、ドン。これだけ。あれ、さっきのやつ。そう、実はさっきのネイチャーハークのワンタッチテントなんだけど、コットテントとしても使えるんだ。収納サイズが幅46センチで太さが15センチ、重さが約 1.5 キロで価格が約2万円。やっぱり価格はなかなかだけどコンパクトだよね。うん、抜群だよね。ちなみにこれをコットの上に設営するとこんな感じ。ハイコットならバッチリ椅子だね。そう、背もたれはないけどこれなら椅子を持っていく必要がなくなるよね。なるほど、バイクのキャンプにうってつけだね。うん、重宝すると思う。でも冬は底冷えが激しそうだけどね。うえ。まあコットから下ろして設営すればいいことだし、コットは中に入れられるからね。ちなみにこのワンタッチテント2人用サイズもあって、コットテントとしては使えないけど、テント内にスペースをしっかり確保することもできるからね。収納サイズは幅59センチで太さが20センチ、重量が 3.3キロ、価格は約2万2千円。大きく重たくはなるけど価格はほとんど変わらないね。うん、これでもまだ十分シートバッグには入るから、秒で設営できて快適なテントが欲しい人にはおすすめだね。こっちのサイズは前後にオープンできて通気性もいいからね。うん、それぞれに長所があるからどれを選んだらいいか迷うね。ほんと物欲との戦い出たな。物欲、パパ負けないで。うん、ああ負けちゃった。パパいつも負けてるよね。今日は機動性重視で選ぶ自立型テントだったんだけどさ、軽くてコンパクトになるテントは他にもあるからね。そうなの。例えばユーナフリーリーのワンポールテント、収納サイズが幅36センチで太さが14センチ、重さが約 1.5 キログラムで価格が約6300円。安い、軽い、小さい。しかもこれなら寝るスペースも荷物を置くスペースも広々あって快適なキャンプができると思うよ。素材はナイロンでインナーやトレッキングポールまでついてるのにこの価格はそうそうないからね。
うん、安すぎて心配になるくらい。このユーナフリーリーっていうメーカー、ちょっと前にネットでとんでもないコスパが話題になってて、使用した人の感想なんかを見る限りは品質も問題なさそうだったよ。まあ有名メーカーのテントがいろいろと安心なのは間違いないけどね。ちなみに今回これを外したのはワンポールテントだから。自立型じゃないからだね。そう、設営時間はそんなにかからないけど、絶対にペグやペグハンマーが必要になるし、夜に設営すると騒音で他の人の迷惑になる可能性があるからね。もちろん早めにキャンプ場に着いて明るいうちに設営を済ませておくなら、ワンポールテントも断然おすすめ。走る時間とキャンプの時間で優先順位を決めてテントを選ぶってことだね。うん、だから下調べって本当に大事。もちろん他の人の話も参考になると思うので、しっかり調べて準備してね。はい、というわけで今回もご視聴ありがとうございました。面白かったよとか参考になったよって方はですね、ぜひいいねボタンとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。今回の話以外にもパパライダーのジョニーから皆さんに役立つバイクやキャンプの情報を発信していきますので、よろしければ今のうちにチャンネル登録をして次の動画の通知をお待ちください。ご飯よ。ありがとう。今日は何かな。マルチグリドルで作る時短で美味しい瓦そばよ。わーい、パリパリ食感がたまらない山口名物のやつだね。新しく買ったテントで収納スペースが空いたから、パパもグリドルパン次のキャンプに持っていこうかな。よかった。